ダビッドアルファロ・シケイロス。ダビッドアルファロ・シケイロスは、メキシコの社会主義リアリズムの画家、スターリン主義者。ディエゴ・リベラ、ホセ・クレメンテオロスコラと共に、メキシコ壁が運動を立ち上げた、巨大なフレスコ壁画作品で知られている。シケイロスの有名な仕事には、以下のようなものがある。上記の時期、シケイロスは、ディエゴ・リベラ、ホセ・クレメンテオロスコ、ルフィの玉よらと並ぶ。 巧妙なメキシコの壁画家だった。死刑ロスの芸術は時代をダイレクトに反映しているが、そのルーツはメキシコ革命にある。メキシコ史の中の暴力的かつ混沌とした時代で、様々な党派が権力の獲得をめぐって戦った。メキシコ壁画運動と言われている時代は1920年代から1950年代にかけてで、死刑ロスは積極的にメキシコ的でもあり、 国際的でもある芸術の創造を試みた。1919年から1922年にかけて、シケロスは絵の勉強のため、ベルギー、フランス、イタリア、スペインを旅した。海外旅行は、生涯を通じて行われた。自身の壁画主義をプロモートするためで、アメリカ合衆国、南米、キューバ、ヨーロッパ、ソビエト連邦を訪れた。 また1966年には、レーニン平和賞を受賞した。政治活動は、死刑ロスの生涯を通じて、重要な要素であった。マルクス主義者を抗原し、メキシコ共産党の敵であり味方であった。死刑ロスは1932年と1940年の2度、メキシコから追放されている。2度目は、レフトロツキー暗殺未遂の結果であった。 死刑ロスは1896年、メキシコのチワワ州に生まれた。父親は、シプリアーのアルファロー死刑ロス。母親のテレサは、音楽家、俳優、詩人の家の出身だった。三つ上のアネルスと、一つ下の弟、チュチョがいた。死刑ロスが2歳の時、母が死に、父親は子供たちを自分の両親に預けた。ソフシエテフィローズのしつけは厳しかった。しかし、 経験なカトリックであった父チ,チプリアーノは祖父母が子供たちを田舎で育てていたことに不賛成で1907年に彼らをメキシコシティの自分のもとに引き取った。メキシコシティで死刑ロスはそこで普通宗教学校に通った。死刑ロスは自分の最初の犯行が姉に影響を与え父親の宗教的正当主義に逆らわせたのだと信じていた。その頃、 死刑ロスはアナルコサンディカリスムの流れを組む新しい政治的概念を知った。その一つにドクトル・アトルの理論があった。ドクトル・アトルが1906年に出版したマニフェストはメキシコ人芸術家に対して国民芸術を発展させること、インスピレーションを得るために古代のメキシコ文明に着目することを呼びかけたものだった。1911年。 15歳の死刑ロスは国立産カルロス美術学校の学生ストライキにのめり込み、授業方法に抵抗し、校長を断劾した。この講義は最終的にサンタ・アニータでの青空学校の設立をもたらした。18歳で死刑ロスは美術学校出身の仲間の何人かとベヌスティアーノ・カランサのご県軍に参加し、ビクトリアーノウエルダ政府と戦った。 1914年にウェルタが大統領を辞職した、あとは革命後の内紛が起きた。指揮権をめぐって、五県軍はパンチをびりゃはや、エミ、兵士として国中を回ったことで、シケーロスはメキシコ文明を、そして労働や田舎の貧困の日々の戦いという、生々しい現実を知った。カランサ軍が政権を獲得した後に、シケーロスは絵を描くため、一旦メキシコシティに戻り、 それから1919 19年にヨーロッパに旅立った。最初の訪問地はパリで死刑ロスはキュビズムの特にホールセザンヌと強烈な色彩の大きな面の仕様にのめり込んだ。ディエゴ・リベラと出会ったのもパリだった。二人は連れ立ってルネサンスの巨匠たちのフレスコ画の勉強のためイタリアに行った。多くの人が死刑ロスの芸術は政治によって 遮られることが多かったというが、死刑ロス自身は、芸術と政治は複雑に絡み合っていると言っていた。ビーダアメリカーナに有名なマニフェストを書いた1921年には、死刑ロスは、マルクス主義と出会っていたし、ご県軍で労働者や田舎の貧困も知っていた。A New Direction for the New Generation of American Painters and Sculptors の中で、死刑ロスは、 古典絵画の価値のかまた、建設的な魂は、単に装飾的なだけだったり、軽率で現実離れした、芸術の上位に立つ、意義ある芸術の本質であるとも主張した。この主張に則っ,って、死刑ロスは、国と世界をつなぐ芸術スタイルを創造しようと、望んだ。執筆同様、作品においても、死刑ロスは、メキシコ人にとどまらず世界中の、 プロレタリアート階級に喝采を持って迎えられる社会主義リアリズムを追い求めた。しかしトレンディな原始主義やインディアニズムのステレオタイプになることは避けた。1922年、死刑ロスはアルバロ・オブレゴンの革命政府のための壁画家として働くためメキシコシティに戻った。文部大臣のホセ・バスコンセロスはパブリックアートを通して一般大衆を教育する目的で 現代のメキシコ文化を作るべく多くの美術家、作家を雇ったのだった。そのバスコンセロスのもとでシケエロスはリベラ、オロスコと共に働いた。バスコンセロスはメキシコシティの著名な建物への壁画制作を移植することで壁画主義運動を支持した。しかし、まだプリパラトリアの美術家たちの作品の多くはそのイデオロギーが求めたパブリックの本質を書いていることが 明らかになった。そのため1923年、シンジケート・オブ・レボリューショナリー・メキシカン・ペインターズ、スカルプターズ・イングレイバースが組織されることになり、死刑ロスはそれを手伝った。シンジケートは、帰還し、エルマ・チェーテを通じて広く一般大衆の参加を呼びかけた。その年、エルマ・チェーテは、世界のプロレタリアートのためにというマニフェストを出した。死刑ロスはその著者の手伝いをし、 イデオロギー的なプロパガンダとして大衆を教育し、ブルジョア的個人主義的芸術を打破することに尽くす集団芸術の必要性について説いた。その直後、死刑ロスはこれ日落ち度の階段吹き抜けに有名な壁が労働者の墓を描いた。このフレスコ画には金槌と鎌で飾られた墓の上で悲しんでいる。原住民の女性が描かれている。しかしシンジケートが 約束した改革を一向に実行に移さない、革命政府の批判をますます強めたとき、メンバーたちは芸術と機関紙の財源を断つという脅迫を受けた。新ケートの中で機関紙の発刊をやめるか、壁画計画の経済的支援を失うかの口論が起き、死刑ロスは活動の中心から外された。そのときリベラも芸術より政治を支持するという決定に抗議して、 シンジケートを去っていった。1925年、文部省の指導家の教授職を取り上げられたにもかかわらず、死刑ロスはシンジケートで、メキシコ共産党で深く組合運動に関わり続け、そのために投獄され、最終的には1930年代初期に国外追放の浮き目を見た。メキシコのレクンベリ刑務所での投獄機関を含む1930年代初期、死刑ロスは、 政治的テーマのリトグラフのシリーズを制作し、その多くはアメリカ合衆国で展示された。その一つ、党は1930年にニューヨークのデルフックスタジオで催されたメキシカンアーティストアーティストオブザメキシカンスクール展に出品された。1932年にはメキシコ、タスコのスパニッシュカジノのギャラリーでレクタファクシャンズオンメキシカンミューリーリザムと題された。 展覧会並びに会議を主導した。その直後、死刑ロスはニューヨークに行き、ウェイヘギャラリーのメキシカングラフィックアート展に参加した。ロサンゼルスのウルベラストリートにあるイタリアンホールのトロピカルアメリカと呼ばれる壁画は学生チームと一緒に完成させたものである。絵に興味のない一般通行人の目にも触れる外壁のフレスコ画製作は 壁画主義者としての方法論の再高を死刑ロスに強いることになった。死刑ロスは、通りの女性たちを魅了する赤シャツ党員の演説者のような多角的なアングルから見て理解しやすい絵を望んだ。引き伸ばした画家に描かれた絵を描く代わりに、死刑ロスは、見物人の普通の往来に、最も順応した壁画を実現した。結果的に、プロジェクターで壁に映した死体のトレース、 遠近法を生かすための昔の壁のスケッチの撮影、近代のビルや古外の環境に適したアクリル絵の具などの新しい絵の具やスプレーガンといった描画ツールといった壁画技術を死刑ロスは開発することになった。1936年のニューヨークで死刑ロスはストリートレジスギャラリーのコンテンポラリーアーツ店の名誉ゲストとなった。さらに、 その年の平和のためのゼネラルストライキと名でパレードに備えて政治的な美術のワークショップを催した。そのワークショップには若き日のジャクソン・ポロックも参加し、パレードの出しの制作を手伝った。1930年代後期も作品の制作は続けられ、その中の叫びの響きとむせび泣きは現在ニューヨーク近代美術館にある。また、アメリカの学生のために、 多くの体験美術ワークショップを開いた。1938年は、ほとんどの時間を、フランシスコ・フランコのファシズム独裁政権と戦う、スペイン共和軍と共に過ごした。それから、メキシコシティに戻り、シーン・リカーとメイ・ヒーコのデ・エリクトリシスタスの階段吹き抜けに、資本主義とファシズムという敵への警告、ブルジョワジーの肖像の一つを描いた。しかし、 1940年、絵の完成の前に、ソビエト連邦からメキシコシティに亡命していたレフトロツキー暗殺未遂に関与したことで、死刑ロスは姿を隠し、その後、投獄された。死刑ロス作の未完成の壁画メキシコ、サンミゲールでアジェンテの文化的中心である、美術学校の中にある1950年、死刑ロスは、オロスコ、リベラと共に、 第25回ベネツィアビエンナーレに初のメキシコ代表として参加し世界中の喝采を浴びた。1950年代になった頃には再びメキシコ政府から作品の移植が来るようになり死刑ロスはギャラリーや個人的なパトロンよりもメキシコ政府がよほど進歩的だと思った。そうして制作されたのが1952年に メキシコシティのメキシコ国立自治大学の古外に描かれたエル・プエブロ、エーラ・ニーベルシダット、ワイラ・ニーベルシダット・アル・プエブロと題された壁画だった。1957年にはメキシコ政府の移植で同じメキシコシティのメキシコ国立歴史博物館にデル・ポーフィラスもエーラ・レボルスヨンを描いた。この壁画は 大きさが405平方メートルもあり、死刑ロスの作品で最も大きなものである。そのおよそ10年後、死刑ロスの頑強な政治的意見とその怖だかな、表明は、大衆同様、再び彼自身を会議主義に陥らせた。1958年にホルヘ・ネグレイテ・シアターに制作中だったメキシコの演劇の歴史が、一色者である国立俳優協会の圧力で、 政府から中止を1960年にはメーデーボードを先導した容疑で逮捕されたが、その告発が虚偽のものであることは誰の目にも明らかだった。当然のようにおびただしい抗議の声が上がり、有名な美術家、作家たちは1961年のニューヨークタイムズに広告を出してアピールした。不当な東国生活を強いられつつも、死刑ロスは絵を描き続け、その絵は、 売れ続けた。そして1964年の春、ようやくシケエロスは釈放された。シケエロスの最後の、そして自身にとって、最大のプロジェクトは、メキシコシティのパリフォーレムカルチュラルシケロスの多面壁画、ラマルシャデラヒューマニーダット・イエヌ・ラティエラ・ワイ、オジー・ア・エル・コスモスである。着工されたのは1961年だが、拡張と作業の遅れで完成したのは1971年で、 ただ複雑なメッセージであればいいという事前の命令書から生まれた壁画だった。大衆、特に仮想階級に容易に読み解ける美術作りを心得ていながら、この壁画に込められた死刑ロスのメッセージは解読が困難である。しかし、人類の進化の二つのビジョン、一つは国際的、もう一つはメキシコの伝統に基づいたビジョンを融合させているようである。それにしても、 この壁画があるのは贅沢なホテルで、移植した所有者が大富豪というのは、死刑ロスの反イコール資本主義的イデオロギーに対する挑戦のようにも見える。ベジャス・アルテス宮殿の壁画壁画家として、死刑ロスは芸術は公的かつ教育的かつイデオロギー的であるべきだと信じていた。死刑ロスの描いたのは、ほとんどが革命の壁画家肖像画であった。死刑ロスは、 権威主義者や資本主義者の支配を打倒する人類の闘争の物語。時には風景やメキシコ史や神話の人物を描きはしたが、それは革命のヒーローヒロインたちの物語の単なる飾りでしかないことが多かった。人体に対する死刑ロスの興味はメキシコシティのアカデミーで伸ばされた。肉体の筋肉、関節のアングルの強調は彼の全作品を通じて、 強靭な革命の肉体の描写の中に見ることができる。さらに、特に1930年代の作品の多くは、プロレタリア階級の強さのもう一つの英雄的シンボルと解釈されうる手をフィーチャーしていることで特色で、それは、後の作品、例えば、東国中に描いた死刑ロスの自画像、エル・コリナ・レイソ、新しい民主主義、さらに、むせび泣きのような労働者階級の女性を描いた。 連作などにも一貫している。ありがとうございます。